兵庫県立三陰高等学校は、兵庫県神戸市東灘区三陰市長4丁目にある県立高等学校。三陰県語と略される。平成19年度から総合人文コースが設置された。校訓である、清く、明るく、正しく、強くの生き方を方針として、知、徳、体の調和の取れた知性的で、 上層豊かな心身と共にたくましい人間の育成に努める。主な行事に4月定期戦、6月文化祭、7月休日大会、9月単育祭、10月郊外学習、11月芸術鑑賞会、1月体感登山、3月休憩大会がある。2020年卒業者数355名の主な進路は国公立大学、私立大学、 全日制家庭例年スキー旅行が行われている。現在4つのコースがある。文系2型は2年次新旧時に日本史か世界史を選択するのに対して、文系1型は2年次にも日本史、世界史の両方を取らなければならず、3年になって初めてどちらか一方を選択することができる。ただし2009年度入学生については、2年次においては1型、2型は統合される。 三年時で文系一型、文系二型に分かれることとなっている。総合人文コースは他のコースと違い、入学時から教育課程が異なる。国公立大学進学を前提としており、グローバルスタディという特別教科がこのコースの特徴とされる。ただし、その結果一年次の教育課程で、国公立大学受験に欠かせない古典の授業が週1時間削減されている。 グローバルスタディでは前期と後期で授業スタイルが異なり、前期では教育学セミナー、メディア情報学セミナー、環境科学セミナー、文学、歴史学セミナー、社会福祉学セミナー、哲学心理学セミナー、生活科学セミナー、経済、法学セミナーの中から1年ごとに1コースを選択しそれに関した授業を行い、後期は英語の長文読解を行う。 自然科学は科学が必修で物理化生物の選択。社会は地理 B が必修である。私立大学では赤赤道立、国公立大学では神戸大学、大阪教育大学、兵庫県立大学等への進学者が多い。なお、国公立大学には例年100人程度が現役合格する。進学先は全国各地にわたっている。 平均レベルの現役生の標準進学先は、赤赤道率である。1995年1月17日の阪神、淡路大震災で一部校舎は反壊した後、新築され現在に至る。至って普通の校舎である。建築当初から、特別棟にエレベーターを設置する計画があり、そのスペースが確保されていた。2007年完成。第一体育館は、 地区40年を迎え、2007年度に耐震工事を兼ねて改築された。空調設備は、職員室、会議室、図書室、自習室、コンピュータルームにのみ設置されていたが、校舎の耐震補強工事により、ホームルーム教室には業務用エアコンが備え付けられている。国道2号線沿いに立地しており、周辺に、阪急三陰駅、阪神三陰駅、石屋川駅、 住吉駅などの鉄道駅やいくつかの路線バスがある。ありがとうございます。